自己嫌悪からの挫折を防ぐテクニックということで、いくつか紹介していきます。もちろん全部やる必要はありませんが、できるものからでいいのでね、ちょっとずつやってほしいと思います。まず一つ目ですね。自分と失敗を切り分ける。実はこれ S クラスを受けている人の6割ぐらいの人はこれができていません。なので、これをマスターすれば、実はこの S クラス受けている半分以上の生徒は人生がものすごく良くなるんですけど、どういうことか見ていきましょう。挫折しやすい人って、いっぱい失敗してすぐに自分はダメなんだとか、自分は何やってもできないんだとか、自分責めるんですよ。自分は本当にもう人間以下の虫なんじゃないかとかね。そういうふうにすぐ自分を責めるんですよ。なんだけど、失敗の原因って別にあなたにないことの方が多いんですよ。別にあなたの能力云々とかじゃなくて、単純に準備が不足していたとか、あるいはあなたが昔からやっている悪い癖が出たとかね。あるいは、あなたは完璧でしたよ。でも予想していなかった外部要因がありましたよ。とかね。あるいは突発的な事故で失敗したとかね。こういう失敗の原因っていうのはいろいろあるわけですよ。いろいろあるのに、これをちゃんと見ないで、あ、私もどうせダメなんだ。で、すぐ自分を責めるの。それもったいないんですよ。失敗の要素があっただけであって、別にあなたイコール失敗者じゃないんですよ。結構、恐怖メンタルの人、あるいは、すぐ挫折してしまう人って、ここの切り分けができてない人が多いですね。逆に僕なんかは、失敗しても、一瞬でこの原因を探すんで、僕自身が失敗だとか、僕はもうどうせダメなんだって思ったことって人生でほとんどないんですよ。例えば、12月生徒あんまり入んなかったなって言ったら、生徒あんまり入んなかったなんてだろう。まあ、ブログ記事書いてなかったか。ああ、そっか。じゃあ記事頑張って書かなきゃなとかね。あるいは、すぐになんでだろうって考えるんですよね。だから、決して淳が人気じゃないかとか、淳がダメだからとか、そんなふうに考えないんですよ。なので、失敗したら、失敗の要因は何だろうって客観的に見ることが大事なんですよね。外側から見てあげるってことね。二つ目。他人が同じミスをしたら何て言う？これも身につけてほしい習慣というか考え方ですね。なんでかっていうと、自分を責める人って結構自分に厳しい言葉を浴びせてるんですよ。なんで私はこんなできないんだ。もっとできただろう。お前本当にやる気ねえのかとか。なんで今回緊張したんだよとか。結構自分を責めてる人って多いんですけど、それってね、あなた自身がすごいかわいそうなことなんですよ。発想を変えてほしいんですけど、あなたの友達が同じミスした時に、同じように強い言葉を浴びせますか？ってちょっとあなた自身聞いてほしいんですよ。どうですか？例えば、じゃあ、あなたが日本語の試験があって、まあそれに合格できなかったって言った時に、自分をね、多分責める人多いと思うんだけど、じゃあ友達がその試験合格できなかったって言った時に、同じように責めるのか？なんでお前バカなのか？とか。お前本当ダメなやつだなとかって言いますか？言わないですよね。多分、いや、今回たまたまだよとか、問題難しかったんだよ。次頑張ればいいよって、優しい言葉をかけてあげると思うんです。だったら、あなた自身にも優しい言葉をかけてあげてほしいですね。自分を慰めてあげる。うまくいかなかったら励ます。うまくいったら思いっきり褒める。結構普段悩んでないとか、常に前向きな人とかね、ポジティブな人。なんでそんなポジティブなんだろう。で、多分、ネガティブな人とかね、メンタル弱い人って考えたり疑問に思ったりすることあると思うんですけど、ポジティブな人たちってこれ自動的にやってるんですよね。今回はしょうがないよって。お前悪くないよ。今回はこういう原因があったからね。次から頑張ればいいよ。自動的に励ますし。で、うまくいって、おっしゃ、俺天才って。おっしゃ、よく頑張った。次も頑張ろう。みたいな感じで。思いっきり褒めるんですよ、自分を。で、別にそれ意識的にやってないんですよ。それは普通というか、それをするのが当たり前みたいな感じだから、だから精神がそんなに落ち込まないんですよ。だからね、今まで自分に厳しくしてた人ってやっぱり自分に優しくしてほしいですね。自分に優しくしてほしい。一応イメージ的には、
5歳の時の自分をイメージして、それに声をかけてあげるっていうのをイメージするといいって言われてますけどね。はい。5歳のあっちゃんに僕はバカなのかとか言えないですよ。お前本当元気があっていいなと、それしか言えないですよ僕は。5歳のあっちゃんは走ることしかできないですからね。